今回は特別編だから、いきなりドクターアビド。世間ではワイリーという名前で親しまれているね。確かに見た目がアウトなぐらいにそっくりだよね。いよいよもってこいつもディスりすぎてかわいそうだから、進化後には新しい情報を教えるよ。はい、アビドの世間での評価を発表します。まず総合評価10点中奇跡の1点。クソですね。アビドの強い点と使える点ね。特筆すべき点がないそうです。じゃあ弱い点と使えない点ね。大々的に書いてあったのが、とにかく弱い、連れて行けるクエストが少ない、まさにゴミ。最後に総評、間違いなくハズレモンスターだって。そりゃそうだわ。こいつが出たら自動的に売却するシステム作った方がユーザーに優しいよね。はあ、やっと今日の撮影も編集も終わったが、しかしまあガチャでモンスターを出すにせよ、もうちょいお得に課金ができればいいんだかな。なんだよ、ボックか。はあ、いいもんってなんだ。スマートゲーム？あいつおかしくなったんかな。はあ、金振れ金。しかしまあ本当に戻ってくならお得だよな。同じアホなら踊るには損損が俺の心情だ。どうせただだし、一丁試してみっか。おっと、検索したらすぐ出てきたな。ふんふん、なるほど、無料か。ツイッターかフェイスブックでもログインできるんだ。簡単だな。よし、俺はツイッターをやってるからツイッターからログインしようかな。お、すんなりログインできた。マジであいつの言ってた通りなのか。よっしゃ、早速やってみるか。俺はあった、モンスターストライク。これを同期するでいいのかな。お、すぐに同期完了できた。簡単だな。ちゃんと同期済みになってるじゃん。やあみんな、私はスマートゲームの非公認キャラクターで世界一スマートに課金する男、ミスタースマート。今回は呼ばれてもいないし非公認だが、なんとなく来てみたぞ。さて同期についてだが、ちゃんと自分の遊んでいるアプリをここの検索窓で検索するんだ。あとは同期するおだけで簡単に同期できるぞ。まあさっき見せた通りだかな。さーて、どうせ課金するつもりだったし早速使ってみるか。へえ、この画面からアップストア経由で
アプリを開かないとダメなのか、しかもホーム画面に戻ってもダメなのか、気をつけなきゃな。おっとみんな、ちゃんとこの工程を経て課金するんだぞ。私は忘れたせいで今まで3億円分ぐらい損してるからな。ちなみに忘れっぽい子はこのようにホーム画面にスマートゲームを置いてあげるとボンミスを防げるぞ。よし、モンストを開いて、まあまあまだ嘘かもしれないし、軽く1万円ぶっ込むか。これで完了なのかな。確かポイント戻ってくるまで1週間ぐらいって言ってたな。しばし待ってみますか。それよりガチャガチャ。そういえばあのスマートゲームっての使ってもう1週間か。ちょっと確認してみるか。え、マジで帰ってきてんじゃん。1万円の 5% だから500円か。すげえ。ん？レベルが上がってる。レベルってなんだ？スマートゲームの使い方を分かった君たちにレベルを含め様々な機能の説明をしよう。まずはレベルアップについてだ。スマートゲームでは利用するごとに RPG ゲームのようにレベルが上がっていく。このようにレベルが上がることによって換金が最大 20% もスマートになる。これは驚くとスマートだな。そしてゲットしたポイントはスマートに交換するべし。今までだったらただ課金するだけだったのが、さらにスマートにバイプッシュできるぞ。こりゃますます課金が止まらなくなるな。そしてスマートゲームの機能の一つあるランキングと予約。ランキングは様々なランキングをチェックできる。無料ゲーム一覧やトップセールスアプリ、ここ最近追加された急上昇ってのはここ1週間で初めて課金された注目アプリ一覧だ。これを見るだけで一目で次に人気になりそうなアプリが丸わかりだぞ。実況者とかはここをよくチェックしてスマートな実況ネタを決めるのもいいな。ちなみに私はここに載ってるアプリは片っ端から100万円ずつスマートに課金してるぞ。そしてユーザーランキング、これはデイリーや週間累計で誰が一番スマートゲームをスマートに活用しているスマートな人間が決める、いわばスマートランキングだ。ちなみにここのランキング全ての不動の1位は私、ミスタースマートだ。あと名前をここに表示したかったらマイページのプロフィールの登録編集からできるぞ。お前のスマートな名前をスマートに歴史に刻め。予約の段では事前にアプリをスマートに予約することもできる。おっと、今は予約可能なアプリがないようだな。これは毎日スマートチェックせんとな。サービス開始次第スマートに課金せねば。紳士式のみんなですね、ご機嫌を。ゴールだということですね。今回は特別編ということで、こちらね、まあ、課金してゲットした石、ね、145個。で、これを使って、まあ、進化神化ガチャを引いて、で、出たモンスターを、まあ、いつものようにね、ネタとして使っていこうかなと思います。まあ、初の試みなんでね、まあ、ぜひともね、やっていきましょう。どんなモンスター出るかがね、もう、超楽しみだから。うん。よし、ガチャある。ね。いくぞ。ストライク、ピューン。これ、何が出るか結構ネタ重要だから。何が出るかっていうのは結構重要だからね。え？待って。カウンじゃね？カウンじゃん。しかも、待って、進化してんじゃん、最初から。
おい、いきなり進化起きたんだが。おいおいおい、待って、しょっぱながらやべえの出たな、マジか。まず一匹目は、カーン。三国志で有名な、蜀の国の将軍だね。モンストのカーンも、立派なあごひげに、手に持った円月草が、かっこいいね。己の体をフルに使って戦う様は、まさに武人の名にふさわしいと思うよ。は？何お前ら見つめ合ってんだ。そもそも馬がよそ見してるからめっちゃ矢で狙われてんじゃん。お前も武器振り回してるけど、その軌道完全に馬の首飼ってるだろ。もうちょっと武器の扱い慣れろ、マジで。じゃあ2回目やっていきましょうね。2回目いくぜ。ストライクピューこれね、ちょっと流行らせようかな。このちょっとストライクちょっと流行らせようかな。俺の中で流行った。待って、マジかよ。もうちょっと女とかしてやりづらいんだけど。なんだっけこれ、アフロディーテだっけ。ちょっと待って、マジか。初めてじゃない、女初めて、もしかして。これで、突っ込むの。二匹目は、アフロディーデ。愛の女神として、欲望をかき立てることが、彼女の仕事なんだって。確かに正直な話、この姿はずるいよね。完全に、目が一点にしかいかないのは、男の性ってもんだね。完全に殺しに来てるやんけ。何そんな露出高めてんの？世の中の男たちの鼻から出る血を集めるとかいうやばい趣味してんの？あと何気に髪の毛燃えてるっぽいけど大丈夫なのかよそれ。じゃあね、3回目いきましょうね。いくぜ、ストライクピュー何出るかだよ。お、また女かよ。もうなんだよこれ。よく見るけど、フレイヤーだよ。もうフレイヤーもう難しいじゃん俺。どっちもセクシーだけどね。全然、ね、今前のねアフロディーテもこれもセクシーだけど。3匹目はフレイヤ。こちらもアフロディーテと同じように美や愛の神様らしいよ。ただアフロディーテと違ってあまり際どい格好はしてないね。そういうところはちゃんと守るようなおしとやかな女性なのかな。だから完全に殺しに来てるやんけ。何調子に乗ってお前まで脱ぎ出してんの？しかもその猫なんだよそれ。どっから出てきたんだそれ。頭に脳内手術施されてるやんけ。かわいい顔してやることえげつねえな。じゃあね、これラスト、これラストですから今回のね、やっていきましょう。いくぞ最後、ストライクピュー。まず最後何が出るか重要だから、これ最後締めるよ。うわ、なに、うーわ、締めずれ、めちゃくちゃ締めずれんでたよこれ。もうサファイアだよ、もうこいつ持ってるわ。マジか。まあいいや、こいつで最後締めるんで今回はね。まあちょっとこれ最後どうなるかっていうのね、ちょっとやっていきましょう。狙んでいるか分かんないけどな。うん、ラストはサファイア。研究好きな女の子なのかな。何気に燃え袖してるし、めちゃくちゃ可愛いじゃん。髪についてる髪飾りもすごい似合ってるよね。学生の時にこういう子と一緒に勉強してみたかったなと思うよ。いや武器に使っちゃいかんだろそれ。中の液体がすげえ色してるけど、なんだそれ、 T ウイルスか何かか。あとなんかいろいろ君について調べてる時に疑問が湧いて出たんだけど、お前男か。ふざけんな。学生の時にお前と勉強してもただの野郎同士の勉強会じゃねえか。
いいよ来いよ、よくねえよ。最後にスマートゲームの簡単な仕組みをイラストで作ってきたぞ。これが今までの君たちの課金の流れだ。しかしどうだろう、ここにスマートゲームが入ると今まで抱えてきた不安が嘘のように消え去り、脳内物質から出る絶対的安心感とポイントによるお得感で一気に顔もほころんでしまうぞ。さすがスマートな人間は生き方に無駄がなくてかっこいいな。